エリトリア解放戦線は東アフリカで活動するエチオピアエリトリアの反政府組織。1952年から1962年にかけてのエリトリア国の国旗、独立運動初期にも用いられた。ドイツフランクフルトで行われたエルフの大会エリトリア解放戦線はエリトリアのエチオピアからの独立運動において特にその前半期。 1960年代から70年代において、中心的な役割を果たした反政府組織である。1993年のエリトリア独立後は、民主正義人民戦線の一党、独裁制裁用により、非合法化されている。国際連合の決議により、1952年に、エチオピア帝国とエリトリアでは、連邦制が敷かれた。しかし、連邦制施行後、 1955年の憲法においてエチオピアの公用語であるアムハラ語のみが政府の公用語として定められる。また翌1956年には教育現場でのティグリニャ語、アラビア語の使用が禁止されるなどアムハラ化政策の下でエリトリア人の権利が制限されていくに従ってエリトリアではエチオピア政府に反発する機運が生まれた。 エリトリア解放戦線は1958年に結成され、秘密裏に活動していたが、1960年7月に至って、カイロにおいて正式に結成を発表した。この時の成員は、ハミッドイドリースムハンマドアダムの他知識人や学生を中心としていた。結成当初のエルフはイラクを呼び、シリアの支援を受けた。 ムスリム運動的な色彩の強い組織だった。当初、独立運動に関わる集団は民族及び地理的条件によって分かれていた。エルフの当初の4つの地区別部隊は全て定置地,地域のもので、イスラム教徒を中心にしていた。これらの部隊には、イスラム教徒に支配されることを恐れて、キリスト教徒はごく少数しか参加していなかったが、エチオピアによる併合後、 公民権が剥奪されるようになって、高知のキリスト教徒もエルフに参加するようになった。これらのキリスト教徒は、上流階級かあるいは高等教育を受けた者が多かった。1961年にハミドイドリース慌ては、エルフの軍事部門を編成し、独立への闘争開始を宣伝した。慌ての指導のもと、1961年9月1日には、 バルカ地方においてエチオピア帝国政府を呼び、エチオピア軍に対する武装闘争を開始し、ゲリラ戦による闘争を続けた。事実上の内戦という状況下で1962年に、エリトリアは、エチオピアの一州、エリトリア州として併合された。エルフの活動はエチオピア帝国政府を呼び、エチオピア軍に対して、順調に成果を上げていたにもかかわらず、 1970年6月になると、オスマン・サッベ率いるル声員の一部が分派し、人民解放軍が結成され、その一部によって、マルクス主義者、キリスト教徒を中心とした組織、エリトリア人民解放戦線が結成された。1972年から1974年にかけて、エリトリア内戦がエルフとイプルフとの対立を中心に行われた。 同時に侵攻したエチオピアからの攻勢もあり、その結果独立運動の中心的役割がイプルフに移るとともに、すべてのエリトリア独立勢力が疲弊した。1975年初頭に、イプルフとエルフは一旦和解したものの、1976年と1977年に、エリトリア解放戦先人民解放軍を率いるオスマンサッベを仲介とした。 和解交渉に失敗し、1980年から1981年にかけて第二次エリトリア内戦が行われ、結果ティグレ人民解放戦線とエリトリア人民解放戦線との連合に、エルフは敗れ、1981年にスーダンへの退去を余儀なくされた。この際にスーダンへ退去しなかった勢力はエルフから分派し、 エリトリア解放戦線革命評議会を形成した。1982年にはマルクス主義を信奉する一部勢力がエリトリア解放戦線中央司令部を結成した。この時期にエリトリア解放戦線統一組織も分派している。1991年にエチオピアのメンギスツ政権が倒れるまでにエルフもまたエリトリア領内に再突入した。 しかし1993年5月24日、エリトリアのエチオピアからの独立が国連の承認を受けると、イプルフは1994年2月、民主正義人民戦線に解消、解組して一党独裁制を敷き、かつてのエルフの戦員に対して大規模な結社を行わないか再びスーダンに退去するかの選択を迫った。エルフは1995年に、 エチオピアのゴンダルで公式に集会を行った。この際、エルフの初期の幹部たちと現在の上層部との間には、見解の相違があることを表明した。非合法化後のエルフはエリトリアにおける、反体制勢力の連合体、エリトリア国民同盟の参加にあり、エチオピア及びバイドアに本拠を置いていた、ソマリア暫定連邦政府に、軍事的支援を受けている。 ソマリア暫定連邦政府は2009年1月のジブチ合意に基づき、バイドアを放棄し、ジブチに選っている。ありがとうございます。